はい、どうも、ことです。今日はね、バンプオブチキンの記念撮影の解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの、カポが2です。で、 BPM が120です。じゃあ早速やっていきます。この曲はですね、ある一つのアルペジオパターンをマスターすればもう一曲丸々いけると言っても過言ではないんで、はい、じゃあ早速やっていきます。はい、このアルペジオを覚えればもう完璧です。じゃあちょっと一つずつ、多分ね、時間たっぷりあると思うんで、一個ずつちょっと解説していきます。ちょっとズームします。初めのこの部分なんですけど、最初の音が5弦の5フレット、次が4弦の6フレット、次が3弦の開放です。この3つです。で、その次なんですけど、4弦の開放、3弦の4フレット、2弦の開放、この3つです。で、その次が5弦の4フレットで、4弦の6フレットで、次が3弦の開放です。で、その次が、5弦の5フレットで、次3弦の4フレット、次2弦の開放です。はい、で、次なんですけど、途中まで一緒です、全く。で、この次が4弦の4フレット、3弦の4フレット、ごめんなさい、3弦の開放ですね。次が2弦の5フレットのプリングの開放です。で、開放して、3弦の開放です。はい、まあ以上なんですけど、まあいいっすね。たまにはちょっと短い感じでサクッと終わります。はい、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、シンプルイズベストと言いますか、演奏的にはかなりシンプルなんですけども、楽曲的にはかなりいい曲に仕上がってるんで、はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。よかったらこちらのボタンクリックでチャンネル登録できるんでお願いします。あと、下の概要欄に僕の Twitter の URL 貼ってるんでフォローお願いします。あと、ぜひグッドも皆さん最後にお願いします。ではまた。